そのいぶかしげな顔を俺が快感の顔に変えてやるぜ。これでイージー、アイドルじゃないか。ランジョランランジョランジョ、いっそのこと借金キャラにしてよ。なぞりろーん、だだだだ、なぞりろーん、だだだだ、お前が言ってるその理屈はなぞりろーん。やあ、鈴木圭介だよ。ビートリフレ最終回です。最後の3日間が始まるぜ。ということで、お客さんを呼びましょう。誰だろう。あ、南雲先生か。南雲先生、遅いな。どうしたんだろう。大方、学校関係で足止めを食らっておるのじゃろう。ああ。だから予約を入れんでもいいと言っておったのにの。忙しいもんな、学校って。師匠は南雲先生のこと心配してないの？全くと言っていいほどな。じゃが、お孫殿がどうしてもと言うなら、見てきてやるのじゃ。潜入隊になってるじゃないか。それじゃあお願いしてもいいかな。合点承知のすけじゃ。猫ってそういう時いいよね。師匠も心配してるなら素直に言えばいいのに。ごめんなさい。あきら遅れちゃったわ。あれ、もみじと入れ違いになっちゃった。南雲先生、お待ちしていました。本当にごめんなさい。急に学校から呼び出しがあったの。相談したいって言ってる生徒がいるって。ああ、先生、生徒に慕われどんやな。だったらいいじゃん。それならしょうがないですね。いいの？お店にとっては迷惑でしょ。いいんですよ、南雲先生が先生として頑張っているところを聞けてちょっと嬉しいですよ。そうかもしれないですけど、今南雲先生が生徒さんに慕われてるって分かりましたから。そう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 、僕がそれが聞けただけでも嬉しいんです。生徒さんとの交流が増えた分、やることが増えて疲れも溜まってるんじゃないですか。そうなのよ。だから今日のマッサージが楽しみで。ああ、任せてください。これからも南雲先生が頑張れるようにマッサージしますから。ええ、お願いね。でも遅れてきたペナルティとしてお尻ペンペン100回ですよ。ネイキッドって裸？ほんまに裸になるんすか。まあパチ入れた時点からすごい露出になったけどね。私、今やっと教師として前に進めた気がするの。君にあげよ。ありがとう。何改まって。え、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。今日も気持ちいいマッサージよろしくね。何その言い方。今日でマッサージ最後にするわみたいな感じのお別れの言葉みたいなこと言うな。お前これからも通い続けてだ。あと赤い下着がエロスです。はい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 、全てをさらけ出せ。曲のタイトル通り、テンポは速いな。はいはい、あー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 、久しぶりに来たこれ。スティックが入ったらどうしても太陽が折れる感じ。はい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 、どうです、痛いところはないですか。大丈夫よ、気持ちいいわ。もっと続けて。ああ、南雲先生のへそ天具合さ、どれだけ見ても飽きないわ。ほんまに裸になってくれんかな。でああ、あい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 、スティックが入ってきたら気をつけろ。アギだ、今回はアギだ。てん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 、はい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 、よっしゃ、いい感じ。気持ちいい。私も指原さんに負けないように頑張るわね。でも負けてください。俺のベッドの上では負けちゃってください。あんあん相手負けちゃってください。
はい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 どうや、ああ、言わなくないんじゃない？もう、無理。無理なのかい？さらけ出せ！えへへへへ、いつもな。イェイ。美乳おっぱいが揺れますね。綺麗な張りしてる。ナモ先生です。相変わらずおっぱい、綺麗な張りしてる。そんな声出ちゃって負けな、敗北よ。南雲先生敗北よ。あなたは敗北よ。いい声出す。指原さん、すごかったわ。いつも以上にすごかった。左のゲージが満タンになったら初めてじゃん。ありがとう、指原さん。真っ赤かやな、ブラジャー。気持ちよかったわ。次も楽しみにしてるわね。えへへへ。公園来た。あれ、なんで公園来たん？ごめんなさいね。急に散歩に付き合ってもらって。マッサージ受けた後に散歩ってどういうこと？大丈夫ですよ。僕も備品の買い出しで外に出るつもりです。だから、それにしてもどうして僕を散歩に？それはね、そのなんだ、プロポーズ、告白、まず考えろよ。公園ですることちゃうだろお前ら。何、南雲先生どうかしたんです？うわー、こっちに来て。私の生徒が近づいてきてるよ。あー、もうどうしよう。こんなところで男性と二人きりのところを見たら絶対次の日からからかわれるよ。逃げるにも間に合いそうにないし、隠れようにもどこに隠れたら。あれあれあれ、これはこれは、ちょっと待って、これいろんなパターン見える、隠れるいろんなパターン見える。これセーブして後で吟味してやるぜ。砂場に隠れるな、だ砂の中に隠れるな、だお前砂べっちゃりつくわ。だそれじゃダメ。ジャングルジムとドーム、ドームの中の方が狭そうやな。そうね、あの中ならぎゅうぎゅう詰めになる。お、これってさ、場所を選んだ場所を変えたらさ、ポーズが変わるんかな。よくよく考えたら隠れる必要はないんじゃ。見つかったら噂になるでしょ。そうだね、噂。指原さんと私がその付き合ってるって。ああ、確かに学生さんはそういう話が好きそうだな。じゃあ学生のみんなに僕らの関係伝えないといけませんね。生徒がいない時間を狙ったのに、あの子たちサボりね。今度注意しておかないと。じゃあ注意しとったらあなたがいることバレるじゃないですか。それよくないじゃないですか。行ったみたいね。じゃあ出ましょうか。いつまでもこうしているわけにもいかませんし。待って、なんだよ、俺顔をもじもじさせておしっこ行きたいんか。どうしたんですか。今日散歩に付き合ってもらったのは大事な話があるから。よう見た、手つないじゃって、手つなぐっていうか手首つかんじゃって。その今まで本当にありがとう。指原さんがいなかったら今の私はいないわ。それは言い過ぎじゃないですか。それでこれからもっと忙しくなって疲れもたまりやすくなると思うから、指原さんに毎日マッサージをしてもらいたいなって。どうかしら。それはいいですけど、お金かかりますよ。それってマスか。そ
よ。私が今日伝えたかったのはこのことなの。なんだその顔。とても嬉しいです。南雲先生ならいつでも大歓迎ですよ。あなたのことが好きになって。南雲先生的にはちょっと告白的な感じで言うたんかな。毎日俺の味噌汁を作ってくれって男性が言うような感覚で言うたんかな。今日もそうでしたけど、やっぱり予約を取ってもらうのは難しそうですからね。これからも南雲先生は予約なしで問題ありませんよ。あーでも午後か午前か午後かだけは教えてもらえると助かります。そのちょっと鈍感ぶりも可愛いって南雲先生は思ってくれてる感じの反応。南雲先生、うん、何でもないの。そうね、それじゃあ好きな時に立ち寄らせてもらうわ。はい、お待ちしています。というわけで南雲先生エンドみたいな感じになってる。この時間は何を過ごすかの、どこかに出かけるのか。さて昼からはお出かけということで、なん、あれ誰もおらん、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 誰もおらんじゃないか。どういうことよ。普段いかんとこにいたろうか。またメイがライブをして気分転換、散歩の、おま、散歩の転、公園でもいたろ。また公園来ちゃった。よく考えたら、え、構わないよ。なんでおるんやろお前。ありがとうございます。女性みたいだけど、なんで公園で新聞なんか読んでるんだろう。あんた散歩帰りか。え、まあそんなところです。ストレス解消にもなりますからね。ストレス、最近知らないうちに借金を負わされまして。借金取れた女性で怒られることが多いんですよ。その人かなり美人なんですけど、もう怖くて怖くて、あれは現代の鬼ですね。その女ってのは、こんなイベントあったんじゃ。ボキャブラリー多いな。ランジョ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 と出会うパターン。私を美人と評価したのは褒めてやるよ。だがその美人を鬼扱いするのはいただけない。違います違います。鬼のように美人、鬼のようにっていう表現あるでしょ。なんかすごいってか、とてつもなくって意味でさ、鬼のようにみたいな言うことがあるでしょ。鬼美人なんですよ。鬼のように美人。話をしようじゃないか。なんですか。はい。すごい圧のまま。んで南雲先生とのやりとりで癒された俺の心をランジョランランジョランジョが潰していくという。ああ、もう寝ちゃってたか。師匠、こんなことで寝たら風邪ひくよ。あ、でも猫だから大丈夫なのかな。かわいいところあるじゃねえかこいつも。残り2日になりました。相変わらずランジョランランジョランジョは厳しい。借金返さんかったらどうなることやら。てか借金返せるだけ溜まってるのか、お金や。そこは心配になりません。お孫ふーい、うん、今日は予約。あ、予約入ってる今日。昼からか予約は。とりあえず過ごし方を決める日で。買い物か、誰かの様子で。あれ待って、誰もおらんぞ。誰もおらんて。またラジオランジョとランジョと組み合い勝ち合うことになるんじゃないかお前。じゃあせめてこことはランジョランランジョランジョと勝ち合わせしたことないってところで勝ち合わせとこう。神社神社神社でランジョランランジョランジョとエンカウントしたらどんなイベントがあるか、さすせめて見とこう。お前して変わろうかなの感じで、マッサージがうまくなりますように、真面目なお祈りして帰ろうかな。神社にお参りかい。ランジョさん、マッサージがうまくなりたいからって神頼みとはね。まずは努力をしてみるもんじゃないのか。だって残り2日ですよ。残り2日でさ、何の努力ができるって言うんですか。そうですね、その通りだと思います。あんたのじいさんだって
そりゃ死ぬほど努力をしてたもんさ。そのおかげで借金は膨らんだ。努力実ってねえじゃねえか。おっと、口が滑った。とにかく何の努力したんだ。まだ神頼みには早い。いや、マッサージの努力、マッサージの努力がそれ。努力したってマッサージの努力か、ほら。あと神頼みには早いよってね、明日なんじゃ。借金返済期限明日なんじゃ。それで早いよ、ないだろお前。早、遅く、ちょっと。ありがとうございます。残り期限あった、覚えてない。あれ、予約は、予約は、どこかに出かけるの。予約誰もおらん。予約ぶっちされたみたいにやっとないか、お前。今日は余計なお客さんがいるんでみたいなこと言おったじゃないか、お前。買い物か、楽しみ。分かったわ。で、結局これもまた誰もエンカウント戦艦になってるし、誰かの様子、メイがライブをし、朝霧が気分転、散歩の、あとランジョ、ランランジョ、ランジョと、あったところって河川敷ってあったっけ。買い出しは行った。忘れ物でもしたのか。家に行ってランジョ、ランランジョ、ランジョと勝ち合ったことはないかな。ほう、そんなところでほうけるほど暇があるとは、ね、って感じで。ランジョさん、どうしてここに。そんなことはどうでもいいだろう。それよりあんたにはやることがあるんじゃないか。何ですか。ランジョさんのおっぱいの揺れを凝視することですか。それは、ま、私にはあんたがどうなろうと関係ない。てか、横横かけてみたらあれか。お金はきっちり返してもらう。借金返済の期限の前日やけんさ、お金を用意してこいって普通に考えればそうか。あれ、全然面倒ないで。緊張して寝れないや。前日やもんな。師匠は寝てるよね。寝ることなんぞできるわけないじゃろう。そのように近くでうなされていたらの。ごめん。それでなんじゃ、明日のことが心配なのかの。うん、全部明日決まると思うと、やっぱり緊張してさ。いや、決まるも何もさ、借金の額用意できとったらそれで終わりな気がするんやけどさ、緊張もクソもないと思うよな。ちゃんとお金用意できとったら別に何でもないんじゃん、これ。何も取り繕う必要はない。お孫殿は普段通りでいいのじゃ。そうだよ。そういう感情が浮かび上がったってことは、借金にお金足りてないってことになるんじゃん。それができたらいいんだろうけどさ。お孫殿、わしの目を見るのじゃ。嘘を言っているように見えるかの。なんとも言えん目やけんさ、お前の目は。いや、わかんない。正論で、わからんわ、そんな見ても。はっ？殴られて笑うとは、変なものを目覚めさせたかもしれん。師匠、ありがとう。なんとかなるような気がしてきた。はっ？それならいいのに。殴られておかしくなったんか、夢の国のネズミみたいな喋り方になってますからね。僕はいつも通りの僕で、ランジョーさんと話してみるよ。はっ？お前、あとランジョーさんにブーツで踏まれるも気持ちいいと思ってるよ。はっ、借金返済日だよ。あえて借金返済しないで怒られて奴隷になるのも悪くないかもしれないと思ってるよ。はっ、最終日。さあ、どんなイベントがあるのか。最終日、重要な最終日。今まで早かったな。そうじゃな、もうこの日がやってきたのじゃ。なんかちょうどっていうかな、だいたい収録、このパート1の収録始めて、今パート最終回の収録してますけど、それがちょうど1ヶ月ぐらいやけんさ、なんかちょうどいい感じだよな。長いようで短い1ヶ月じゃった。そうだね。なに、そんなに緊張する必要はなかろう。今のお孫殿ならば問題ないのじゃ。そうかな。まったく、昨日も励ましてやったというのに、お孫殿はヘナチョコハートなのじゃ。ヘナチョコハートの子守歌だってさ、今日は一日で僕のこれからとじいちゃんのお店のことが決まるんだよ。
やっぱり緊張するって。うん、そうじゃのう。ジョゴ、お孫殿はこれまでよくやってきたのじゃ。それはあやつも認めておるはず。そう身構えなくてもよかろうと。そうだよな。なんか嫌味を言いつつもこっちのことを心配しとるっていうか、激励してくれとるような発言が多かった。なんでそう思うの？こんちゃ、長年生きてきて養った感がそう言っておる。その感あとると思うよな、俺は。そっか、ありがとう、師匠。なんだか落ち着いてきた。うん、ならばよいのじゃ。それじゃあ、今日も頑張ろう。おう、なのじゃ。おっしゃ。来るんか？ランジョランランジョランジョ。はあ、緊張する。できることはすべてやったのじゃ。あとは、ランジョの小娘次第じゃな。ねえ、師匠。もしダメだったら。あ、じゃあ！いっと！面倒なことを考えておるからじゃ。そんな顔をしていたら、小娘に笑われてしまうぞ。来たー。逃げ出さなかったのかい？なかなか根性があるじゃないか。それで返済分のお金は用意できたんだろう、ね、そこじゃ気になるのそこなんよ。問題そこなんじゃ。まだこれが1ヶ月で稼ぐことができたお金です、うん、全く足りてないじゃないか。足りてないんかい今はそれだけしか稼ぎません。でも僕のマッサージが好きだって言ってくれるお客さんも増えてきて、これからなんです。お金は少しずつ返します。だからこのお店を潰すんだけは勘弁してもらえませんか。そんなこと私には関係ないね。そうですよね。アチ、あんた自分の腕に自信はあるのかい。まだ女の子5人をね、言わせてきたからね、自信はありますよ。それはもちろんあります。だったら私にマッサージしてくれないか。ああ、凝ってるか。最近どこかのバカを追いかけ回していたせいで疲れちまった。追いかけ回してた。そのどこからバカって俺のことか。お前追いかけ回してんか。あんだけ俺の行き先々で出会うって追いかけ回しとったけん、エンカウントしとったんか。いや、公園の時にいたってはさ、先回りして公園の遊具に座って新聞読むよっただけか、お前。そんなことするんだったら事務所でお茶でも飲みおればいいのに。できるのかい、できないのかい。できます。それじゃ施術室に案内してもらおうか。わかりました、こちらへどうぞ。久しぶりっていうかパート1ぶりか。ラストゲームやって、最終回に持ってこい。難易度が高いっていう噂のラストゲーム。これが最後の戦いだ。ラスボスか。あるな、マッサージゲームで。1ヶ月であんたのマッサージがどれだけ変わったのか最後に見て。これあれか、パッチ入れとうけんさ、ランジョランランジョランジョのあのあられもない姿も見えるんか。絶対にできるのじゃ。そのいぶかしげな顔、俺が快感の顔に変えてやるぜ。あの時のランジョランランジョランジョはうつ伏せだったっけ。おっぱいがこう上に向いていますね。おっぱい狙ってる、おっぱい狙ってる。テンポがやばい、エイジーでこれなんじゃ。喋る余裕は正直ない。どうです、痛いところはどないですか。あっち、あんたこんなもんなのかい。そんな言葉もう言えなくしてやるぜ。ちょっとめくれてきてる、服めくれてきてる。テンポ早いけん喋る余裕正直ないんやけど、これでいいし、あやいでるじゃないか。やばい、やばい、テンポがおかしい。やばいって、やばいって。あんたこんなもんなのかい
むず、やばいやばい。めっちゃスコア引く。アツシ、まだやれんだろ。あ、いいんじゃ。スコア低かったと思うやけどな。このモードは入れてくれるんじゃ。めっちゃいかん顔になってる。めっちゃいかん顔になってるよ、お前。そしておっぱいの輝き、綺麗です。おっぱい綺麗です。でかいしね、ツヤがあるぜ。おいおい、こんな喘声出しちゃって気持ちいいんだろ、お前、ランジャー。いや、カレン。あ、下乳。お腹と下乳。カレン、気持ちいいんだろ。さっさと気持ちいいって、正直になっちまえばいいんだよ。俺が気持ちよくしてやるからよ。いい乳してるわ。終わったのかい。気持ちよかったろ。でもランク低いな、これ。めっちゃミスった。 B。 悪くなかったよ。これからも頑張りな。難しかったけど、なんとか NTR 入ってくれてよかったわ。ふん、なるほどね。どうでしたか。アツシ、初めてあんたのマッサージを受けたとき、私はマッサージ代を払っていないね。そうだったかな。それなら借金は前のマッサージ代でチャラだ。そんなんでええんすか。それってどういうことですか。どうもこうもない。あんたは借金を返さなくてよくなったってことだよ。どういう気分の変わりよ。違いますよ。なんで借金を返さなくなったかって聞いてるんです。先代がこの店をやっていた頃、マッサージ代をつけてもらっていたんだよ。それを今思い出したの。そんなことはある。じいさんは死んじまったし、あんたに払うしかないだろ。でもそんな。とにかく借金はチャラだ。いいね。わかりました。じゃあ最初から借金だってないって。最初から借金ありますって嘘つくのやめてくださいよ。体に悪いわ、心に悪いわ。ランジョンさんは祖父のマッサージを受けたことがあるんですね。ああ、毎日のように通っていた。ファンでないか。いわゆるお得意さ。もうファンでないか、それ。最初はただのスケベジジイかと思った。なかなかどうして、あのじいさんのマッサージはよく効くの。仕事ばかりの私には、あのマッサージが必要でね。じいさんが死んだって聞いたときには、これからどうしようか。いや、わいとここ思い出の店でないか、お前。そんなマジかな。あんたが現れたってわけだ。あのじいさんの孫であるあんたがね。じゃあ僕に借金を肩代わりさせたのは。おっと、勘違いするんじゃないよ。うちはホワイトな金融会社だ。連帯保証人を変えたりはしていない。あれは本当にじいさんの借金さ。ただあんたが店を継ぐように仕向けたのは私だ。いや、お前さんもお前さんでこの店潰したくなかったんか。そうだったんですか。さてと、私はそろそろ行こうかね。ランジョーさん。ん？なんだ。いろいろとありがとうございました。お礼を言われることなんてしてないさ。でもね、アツシ。はい。これで怠けたりせず、一層精進するように頑張るんだよ。もちろんです。これからも女の子の体のことを熟知していきます。なんか意味合いが違うな。その言い方じゃちょっと意味合いが変わってくるな。はい。というわけで借金がチャラになりました。なんか特殊な方法で借金がチャラになりました。
ランジョランジョランジョ、借金を取り返したかったって感じじゃなかったんやな、どっちかって言ったら。疲れた。だらしないの。寝そべっている姿を客に見られたらどうするのじゃ。だって最近全然客来てくれへんし、南雲先生しか来てくれへんし、他の4人どこ行ったんだろうって感じやし。そう言われてもさ。気持ちはわかるがの。なんだ？うわあ、何してん？なんで僕の顔に乗ってるの？乗るな、南雲先生のお尻が乗ってきて欲しかったよ。そういう気分なのじゃ。どういう気分なのそれ？アツシ、本当によくやったのじゃ。これはお主を一人前と認めねばならんな。そう言ってもらえるのは嬉しいよ。けど、お前に息認めてもらってなんかあるっていうのか。それともパンチが欲しいのかな。いや、俺はパンチじゃなくてパンツが欲しいよ、女の子のな。違うって。あのさ、師匠って結局何者？師匠はやめい。お主はもう一人前。わしのことは名前で呼ぶのじゃ。師匠の名前ってなんだっけ。忘れとんかい。どうやらパンチがいいようじゃな。冗談だよ。それでモミジは結局何者なの？わしか。わしはお主のパートナーじゃ。相棒とも言うな。まあそりゃ飼ってる人間からしたら猫ってパートナーみたいなもんですよ。そういうことじゃないんだけどな。わしのことはどうでもよかろう。よくはねえな。ちょっと変わってるプリツイな猫でオールオッケーなのじゃ。オッケーじゃねえな。もう変わり者すぎてさ、もうなんかアニメとか漫画とかの世界なんじゃん、お前それ。そこまで来たらな。ツボ、そうだった。モミジと出会ったきっかけだったね。でもなんでツボに閉じ込められてたの？巫女に封印されたのじゃ。いや、アニメ！アニメにしかない展開！そんな巫女に封印された猫って。巫女なのか猫なのかどっちなんだ、意味。え？巫女さんになんで封印させたんやね、お前。なんだ？もみじ、お前も実はスケベで巫女さんのブラジャーとか盗みを食ってたから、お仕置きとして閉じ込められてたんか。それはお前が悪いわ。あやつの親族が遺品整理をするときにそれなりに力のある巫女を連れてきたのじゃ。ああ、供養のためにみたいな感じ。ちと違う。先代の遺品を見たらわかるじゃろうが、怪しいものもいっぱいあるじゃろう。何怪しいものって。それを害がないものにする、要はお祓いじゃない。ああ、なるほどね。とはいえじゃ、そんじょそこらの巫女に封印されるわしではないのじゃが。はあ、巫女の中にたくわんを仕掛けてくれてのう。ついとびきってしまったら、物が封印されてしまったの。たくわん好きな猫って何やだよお前。もみじ、絶対お前どうせ結局のところをお湯をかべるで男に戻る感じのやつだろお前。水をかぶって、まあ、かぶったら猫になって、お湯をかぶったらおっさんに戻る感じのやつだろ。たくわん好きな猫なんて聞いたことねえよ。なんか、丸くだね。おっと、こんなところに爪研ぎしやすそうな顔があるの。やめろやめろ。それ僕の顔だから、爪研ぎじゃないから。まったく。おまあ、それからずっと壺の中にいたのじゃが、へぇ。アツシが壺を割ってくれたおかげで、出ることができたというわけじゃ。ああ、俺が封印といた形になるんじゃ。いや、しかし、最初はこのヒョロヘタレにマッサージができるのかと心配していたのじゃ。はあ。随分な言いようだね。しかし、お主に力を授けたのは正解じゃった。先代にも引けを取らぬ腕になったからの。あ、そうかな。この1ヶ月で成長したかな、俺。そうなの？おら、誇っていいのじゃ。そっか。でも、ずっともみじに寄り添ってもらえて、俺も助かったなって思った。ありがとうな、もみじ。そっか。嬉しいよ。大変じゃろうが、これからも頑張るのじゃぞ。もちろん、みんなから愛されるマッサージ師になれるよう頑張るよ。おない。とこで、いつ言うもみじ、お前は元の姿に戻るんかな。あ、スキップしちゃった。というわけで、ビートリフレ全11回の実況動画ご視聴いただきありがとうございました。
このビートリフレちょっとね、俺の選択肢とかの選び方がちょっと上手くなかったみたいで、結構見てないスチルとかイベントとかもたくさんあったみたいでしてね、ちょっと見こぼしてるんですけど、残りの見てないイベントの方が気になるって方はこのゲームの方購入して自分でちょっとプレイして見てみればなと思います。俺の実況はここまでです。どエロいゲームだったな。このゲームを作っているキュリエイトさんのゲームは過去作も何作かやってるので、気になったらそちらもチェックしてもらいたいと思いますし、使いうちにっていうか将来的にまた違うエッチーゲームがキュリエイトさんからは発売されるはずなので、そちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。おつけい。クリア後に見てみたら、とんでもなくドエロいモードがあった。これマッサージ。これ、女の子たちのマッサージしとる体勢を再現できるモードがありました。見てください。これ、マッサージの体勢とか、こう、ちょっとぬちょい脱ぎの状態にしたり、下着の色変えたりして、干渉できるモードがありました。ドエロいです。ただいま、天宮ちゃんのことをお尻ペンペンするぞみたいなことを言おった時ありますけど、こういう感じでお尻ペンペンモード脱がせて下着の色変えたりして、お尻ペンペンするお尻はこれかーみたいな感じの眺め方にできますし、春山さんやっぱチチでっかーっていう感じも並べますし、いやランジョランジョランジョお尻エロ